イカ飯はイカの中に米を入れて炊き上げた日本の料理。北海道大島地方の郷土料理。下足を取り外し、腹綿を取り除いたイカの胴身に、といだ米を詰め込み醤油ベースの出汁で炊き上げたもの。詰め用紙等で米が飛び出さないように止めることがある。米はもち米とうるち米を混ぜる。胴身に詰める具材として、下足を細かく刻んだものや、タケノコ、人参。 油揚げなどを入れることもある。イカ飯の包装と中店へのイカに米やジャガイモを詰め込んで醤油味で煮込んだ料理は北海道日本海沿岸に古くから存在する料理で対象昭和初期の正木町や焼尻島など各地で食されていた。現在、駅弁として有名なイカ飯は函館本線森駅の駅弁調整業者だった安倍弁当店が 第二次世界大戦中の1941年、戦時体制による食料統制で米が不足していたため、当時豊漁だったスルメイカを用い、米を節約しても満足感がある料理として考案した。当時の森駅は鉄道交通の要衝として、ソ連の侵攻に備えて北海道に配置された若い兵士たちを乗せた列車が乗り入れていた。そのため駅弁として売り出したところ、 もち米入りで腹持ちが良いと評判を呼んだという。戦後の1966年に慶応百貨店で第1回がんそういう名駅弁と全国うまいもの大会が行われ、阿部弁当店はこの大会にイカ飯を出品した。第2回には早くも売り上げ1位となり、囲碁道大会をはじめとする駅弁大会の常連となった。これによってイカ飯は徐々に森町名物あるいは 北海道名物として全国的に知られるようになった。1970年代にイカの不良で安定供給が困難になったためニュージーランド産のイカを使用。日本近海のイカよりも加熱調理後に冷めても身が柔らかくより良いイカ飯が出来上がった。現在では安倍商店以外の業者も製造販売しており、催事や通信販売で レトルトパックになったものが容易に入手できる。本州でも新潟県の長岡駅など、イカの産地では同様の駅弁が販売されている。ウィキメディアコモ Commons には、イカ飯に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。